鹿児島県立種ヶ島高等学校は、鹿児島県西の表市西の表にある県立、高等学校。鹿児島県立種ヶ島高等学校と、鹿児島県立種ヶ島実業高等学校を統合し2006年に開校した。西の表市に存在する唯一の高等学校であり、種ヶ島全土でも2校しかない高等学校のうちの1校である。 鹿児島県教育委員会が進めた高等学校再編により2006年に鹿児島県立種ヶ島高等学校と鹿児島県立種ヶ島実業高等学校を統合して開校した。種ヶ島には鉄道がなくバスも運行便数が少ないため在校生は単車での通学が認められておりホンダスーパーアカブが指定車種である。 卒業後は大学に進学する者もいれば、一般企業に就職する者もおり、進路は多岐にわたっている。1926年に、鹿児島県立第一鹿児島中学校分校として設立された。当初は男子校で、1948年には、学生改革により、鹿児島県種ヶ島高等学校第二部に、さらに1949年には、 実業補修学校及び高等女学校の流れを組む鹿児島県種ヶ島高等学校第三部を統合して鹿児島県立種ヶ島高等学校となった2008年に並行した新設された種ヶ島高校と公明が同一であるがあくまで旧種ヶ島高校は新設の種ヶ島高校の前身となった一行という扱いであり 歴史などはすべて別のものとして扱われている。旧鹿児島県立種ヶ島高等学校の直接の前身は1926年に設立された鹿児島県立第一鹿児島中学校分校である。2013年9月現在、文化部6、体育部13の部があり、部活動加入率は8割を超える。前身となった種ヶ島高等学校。 種ヶ島実業高等学校出身の人物を含む、ありがとうございます。